ポーツなんか大嫌い、電気怪獣ジェネレドン登場。これだ、グッドアイディア。いけるぜ、これは。いや、マオト、グッドタイミングじゃん。これそれはこっちのセリフ。って、本当についてるやつだな。ついてる？なんだよ、一体。ま、いいからいいから、黙って俺についてこいって。なんだよ。いいからいいからさ、ほら、危ないっつなんなんだよ、ゆかに内緒って。でかい声出すなよ。こんなとこであぐら打ってる暇ねえんだってば。ひらめいた抜群のアイディアを早くジャンクで試してんだ。見ろよ、見える見える、ほら最高の眺めだろ。あいいねいいね。やるなお前。ゆかだ。あいつかっこいいな。ナオト、見とれてんじゃねえや。見とれてなんかいねえよ。照れちゃって。おい、見ろよあれ。なんだあのにやけやろ。あいつ気軽に触りやがって。ゆかもゆかだぜ。あんなやつに触られて笑ってるなんてよ。ずいぶん上達したね。君が一番教えがいがあるよ。泳ぐのが楽しいんです。柏木さんに教えてもらうのも楽しいし。素質のあるスイマーにはいいコーチが必要なんだ。お互いにお互いの力を高め合う、いい関係だね。お互いに力を高め合う。何考えてるの？友達のこと。幼馴染で喧嘩もするけど、必ず力を合わせて戦うのってそういうことかなって。友達？戦うって何と？別にまだまだ子供だな、ゆかちゃんは。え？巡り合ったんだよ、僕たちは。巡り合う運命だったんだ。そんな。何話してんのかな。まさかデートの約束とか恋人宣言とか。あいつかっこいいしよ、ゆかを捕らえちまうから。黙れったら。ゆかちゃんの友達？学校は同じだけど。同じ学校か。君、貧弱な体してるな。スポーツで鍛えた方がいいぞ。スポーツなんか。いいものがある。うちのクラブの無料招待券だ。学校でも宣伝してくれよ。僕には関係ない。鍛えれば僕のようになるのも夢じゃないんだぞ。ひ弱な男は女の子に嫌われちゃうぞ。なあゆかちゃん。ほっといてくれ。なんだあいつ。決めた。俺はやるぞ。決めたって何を？あいつに対抗するには鍛えるしかないか。決めてるねー、ナオト。黙れったら。お前も頑張るんだろ。おう。いやー参ったな、ママ。ちょっと太ったかもしんないよ。ほら。バカね、乗ってなきゃ分かるわけないでしょ。いや、そうなんだけどさ、これちょっと運動不足かな。パパもシェイプアップが必要ね。うん、大事。何？あんたも漫画ばっかり読んでないで少し運動しなさい。運動ダメよ。パパと一緒にスポーツクラブ通うのよ。いいわね。ダメ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 、太るわよ。よしと、やっぱこれだよな。ああ疲れた。頑張ったもんな今日は。
どうした機嫌が悪いようだな、タケさん。あの筋肉男、僕を貧弱な体だって笑った。井上由香の前で僕をバカにしたんだ。何をやる気や、感じるぜ、お前の怒りを。鍛えた体が何だってんの。スポーツが得意だからって、威張るやつなんか許せない。なるほど、スポーツだぞ。愚かにも人間は体さえ動かせばストレスが解消でき、楽しいのだと信じているんです。お前の使命は人間どもの楽しみを奪うか。やっぱ行きたくない。じゃ行けばね、スポーツクラブで楽しいかもしんないよ。行こう行こう、めんどくさいってな。行こうよ、やだよ、行こう行こう。よろしく。柏木さんはこのクラブで一番優秀なコーチだろ。柏木さんに教えてもらえば誰だってめきめき上達しちゃうんだから。直人君もだっけ。君の泳ぎでパワーはあるけど欠点だらけだぞ。ゆかちゃんのコーチが終わったらどこが悪いか教えてあげるよ。俺コーチなんていりません、自分で鍛えるつもりだから。直人ったらどうしたの。いいからいいから、男は黙ってなの。さあ、今じゃ始めよう。ついて、後でね。偉そうにあのニヤケ野郎、筋肉もりもり見せびらかしやがって。俺だってな、鍛えてやろうじゃんか。ねえ先生、先生もやっぱり奥さんに勧められたんですか。いや、強制的ですよ。お互い日頃の運動不足がたたりますな。ああ、たまに汗流すっていいもんですね。運動量はコンピュータープログラムされてるし便利なもんだ。サイクリングサイクリング、ヤッホーヤッホー。電気怪獣ジェネレド、スポーツクラブなんかに通うバカな奴らを苦しめてやるんだ。楽しみが一転して苦しみに変わるのか。気に入った。誰か！
見ろよ大地、ありゃ泳いでんじゃなくて溺れてんじゃねえの。花ちゃんのコーチで様になってきてるわよ。コーチって言えば柏木さんって素敵でしょ。ハンサムだし優しいし本当に丁寧に教えてくれるのよ。ナオトもホームとか習うといいわ。いいよ俺は。どうして。いいのいいの、お前の気持ちよくわかってるって。うるさいな。変なの、ナオト何怒ってるの。業務連絡、業務連絡、従業員は直ちに事務へ来てください。業務連絡、従業員は直ちに事務へ来てください。なんだろう。教えることだけなんだよ。ひどい、あんな人だったなんて。体なんて鍛えなくて僕には頭があるんだ。無能なスポーツマンなんて取るに足らない奴らだ。ジェネレルもっと暴れろ。アンディジマーメン、くそナオト、グズグズしてられない。クリットマン出動だ。なんかしないでもっと早くあのプログラムを完成させておけば。何のことよ。お前にベタベタしてた筋肉モリモリ男が悪いんだよ。え？呆れたわ。このプログラムさえ完成してればとっくにみんなを助けてあげられたのに。しょうがないだろ。俺たちユカをあのニヤケ野郎に捕らえちまったんだ。悔しくってよ。まったくもう。ジェネレドンよ、僕の手を見せてやる。グリットマンをコンピューターワールドから消してしまうのだ。回収、グリットマンのパワーを吸い取ってるぜ。お願い、もう少し頑張って。グリットマン、もうちょっとだ。グリットマン耐えてくれ。
よこの前警察上司の君の心臓停止の可能性が母ちゃん助けてくれ。よっしゃ、グリッドマン待たせて悪かった。グリッドマン超人合体だ。ゴー！オッケー。超かっこいい。続けてサンダーグリッドマン。アシストウェポンの威力がグリッドマンのパワーにプラスされるんだ。サンダーグリッドマン。すごい。俺のイメージ以上の強さだ。すごいすごい。私の憧れの君はね、見かけ男子の筋肉もりもり男なんかじゃないわよ。あんな育児なし幻滅しちゃった。私の憧れの君はね、グリッドマンに決まってるでしょ。なんだよ、待てよ、グリッドマンってことは何ドキマキしてんだ、ナオト。してねえよ。行けよ、ほら。ゆか、おい。スポーツ、
それは肉体を鍛えるものだ。しかしそこには健全な精神も必要なのだ。頑張れ、ナオト、ユカ、一平。グリッドマンの活躍は君たちにかかっているのだから。してしまったじゃないか。メカ怪獣となって生き返った怪獣ギラルスが世界中の時計を狂わせた。間違った時間が人々を混乱させる。戦え、グリッドマン。みんなの時間を取り戻すのだ。次回、電光超人グリッドマン、操られた時間。君もアクセスフラッシュ。